突撃インタビュー教えて健次郎ということで、本日は京成大久保駅に健次郎さんがいらっしゃるということで、京成大久保駅に出まいりました。今日も健次郎さんの選択についてインタビューしていきたいと思います。では続けて質問いたします。電柱化をなぜ進めることになったんでしょうか。はい、この千葉県にですね、4年前あの令和元年台風という台風が襲来してですね、この私が住んでいる習志野市はですね、比較的被害が少なかったんですけれども、千葉市より南側の房総半島の方ではですね、ものすごい被害が起きてしまいまして、私は習志野市の被害がそんなに大きくなかったので、ボランティアに駆けつけたんですけれども、途中ですね、木が倒れたり電柱が倒れたりしてですね、被災地に駆けつけられなかったということで、その被災地で、駆けつけられなかったその被災地はですね、電気が通らなくなって、トイレもできないし水も飲めないし、で冷蔵庫も電気が通らなくなって食材が腐って、で電話も通信もできなくなった、そんなような状況になってしまっていて、これが習志野市人口が多いですから、そういう人口密集地、財産が集積しているこの地域に襲来してしまうと大変な被害になるなということで、まずは一歩一歩前進させようということで、電柱を地中に埋めましょうということを今取り組んでおります。このような状況です。ありがとうございます。